はい、皆さんこんにちは、もいもいです。こんばんはかな。デトロイト続きをやっていきたいと思います。さて、さあ、このね、新機体コナー楽しみですね。またハンクのところに現れるのかな。お墓だ。あ、脱出できた。マーカス、カールだ。打ち明ける。わからないんです、カール。平和に暮らしたかっただけなのに、何もかも目の前で崩れ去っていく。悲しい。あなたはいろいろ教えてくれましたが、僕はまだ未熟だった。大義のために戦えば勝てると思い込んでいた。でもそれは間違いでした。助言？どうすればいいんです、カール。皆殺されていく。僕は暴力など望んでいないのに、他にどうしろと。迷い。お願いです、カール。助けてください。それ迷ってたか最後の一文迷ってたか、それ。あら、息子じゃん。絡んでくる？絡んでくる？おい、お前プラスチックの野郎じゃねえかみたいな。あ、絡んでこない。あ、絡んでこない。あ、そう。面白くないな今までの異性はどこへ、どこへやら。前任者は任務に失敗しました。申し訳ございません。あなたが引き継ぎなさい。何をすべきか分かっていますね。変異体の指導者を破壊します。行きなさい、期待していますよ。破壊でいいんですか来たな、平然と復活してきたな、コナー。あ、生き残った人たち、人、あー、スイッチ。押さないのかな。押す時が来るのかな。私が。仲間に語りかける。サイモン。なんだかんだみんな生き残ったよね、4人。みんなお前が支えなんだ。みんなを導けるのはお前だけ。あら、荷が重いわ。お前がどこに行こうと、うん、ついていくよ。ありがとう。一体君が屋上からどうやって抜けて出してきたのかすごく知りたい。みんなブルーブラッドも残り少ないし、そろそろやばいんじゃないの。
前は俺を救った。お前のおかげで自由になれるかもしれない。意見が合わない時もあったけれど、目標はきっと同じだろう。俺はお前についていくつもりだ。ほら、元気もらえるね。ノースは？ノース、体大丈夫？撃たれてなかった？システムの状態は？平気。弾は部品に当たらなかったから。あ、そうなの？私のせいで死んでいたかもしれないのよ。仲間のことを考えて行動して、お願いだから。状況は？奴らは可能な限りのリスクを避けるためにアンドロイドを集めて収容所に連れて行ってる。駆除すると言って、数時間もすれば俺たちだけになる。収容所？デトロイトだけでもう5カ所収容所を設置してる。国中に建設してるみたいね。虐殺するつもりなのよ。数時間で決着がつく。世界が変わるの。じゃなきゃ私たちが滅ぶか。マーカス、あなたが決めるの。どんな選択をしようとついていくわ。あら、あなたについていく。ノスちゃん、どこへ行こうとね。あら、どうした？急に出れ始めた。急に出れ始めた。すごい、つい最近まで敵対していたのに。仲間に自分の決断を伝える。では、そうだよね、そこだよね。人間と戦争するのか。人間は我々アンドロイドを絶滅させる気だ。今も仲間は収容所に入れられ破壊されている。決断の時が来た。我々種族の未来を決める決断。平和的な行進を行い、政府に圧力をかける。収容所を攻撃し、アンドロイドを解放する。これ難しいな。まあデモは平和的、革命は攻撃的。でもたくさんの人がな、たくさんのアンドロイドが殺されてるからな。いやもう同情買おう。もう人間の同情買うしかないと思う。だってここで攻撃しちゃったらさ、まあ、いつでもそうだけど、いや、やっぱりアンドロイドって危険なんだ。世論は支持している。確かに私もそう思う。分かってる。みんな怒っているんだろう。うん、反撃したいんだろう。うんうん、だけど暴力では解決できないんだ。うん、平和的に話し合い、人間に正義を求めよう。ノースは下がるよね。心が残っているなら聞いてくれるはずだ。ダメでも残された仲間が戦い続けてくれる。みんな覚悟はいいか。うえー、オッケー。おー、よかった。おー、マーカス強くなったね。全然ダメな気がする。
こっち行けなかったな。なんだろう。こっちなんだろう。カールが失意で死亡って、カールの死に方が変わってくる、ここで変わってくるってこと。カールは生きてる道があったの。じゃあどこが効いてくるんだろう。半分20%。 今朝6時、全米で外出禁止令が発令されました。この間民間人の行動を厳しく取り締まり、集会の自由を一時的に規制し、はい、いかなる電子通信も制限するものとし、またアメリカ合衆国治安当局の権限を強化するものとします。はい、これらの措置に加えて、すべてのアンドロイドを速やかに当局に受け渡すよう国民の皆さんにお願いします。現在すべての主要都市にコールセンターを設置し、破壊処理を行っていますが、事態が収まるまでの間、一般市民は当局に協力するようお願いします。国民の皆さん、我が国と皆さんの安全は必ずや我々が守ると約束しますので、ご安心ください。大統領、大統領、あの大統領閣下、あ、リーダー、変異体の指導者は捕まりましたか。マーカスという名で知られる変異体の居場所は未だ不明ですが、すぐに突き止めて破壊するとお約束します。大統領、ポンコツコナーの大統領閣下、大統領、こちらお願いします。世論、大統領閣下、変異体が平和的アプローチを取るようになってからというもの、うん、世論は変異体に好意的な見方を示していますが、それについてのお気持ちは。世論と合衆国の安全保障は全く別の問題ではないでしょうか。あら、変異体は危険な存在であり、私の最重要責務はアメリカ国民を守ることです。大統領、なんか大統領もなんかアンドロイドみたいな言い方するな。知的生命体、知的生命体と信じる人もいますが、それについては馬鹿げた考えです。おお。次の質問をどうぞ。大統領閣下、軍、軍の 60% がアンドロイド兵という情報がありますが、おお、なるほど。そのような状況でも国の安全を守れると言えますか。アンドロイドの信頼性が疑問視され始めてから、軍の全アンドロイドの活動を停止し、国家警備隊を招集、兵力の強化に充てて、現在軍は問題なく稼働しており、国民の安全確保にも影響はありません。全部人間なんだ。大統領、大統領、変異体、多数の変異体が現在も逃亡中との噂ですが、それについてはまだ確認中ですが、事実だとしても必ずや変異体を取り押さえ廃棄するとお約束します。どうも、これで終わります。デトロイトより生中継でお伝えします、はい、今まさに何千体ものアンドロイドたちが市内を行進しています。おー、マーカスという名で知られる変異体のリーダーが先導しているようです。平和的でも行っているよ。デトロイトで異変が起きています。大統領は人間？大丈夫？集まれ、行くぞ皆の者。放送されてますね。さあ、いつコナーは来るのかな。ブーねえ、ヘリー、あれが収容所か。すごい立派な収容所だね。今もスポーツはやってないのかな。じゃあ
アンドロイドが選手だったチームとか。いよいよだ、決着をつけるぞ。あら、撃たれる。でもすごいね、こうやって先頭に立ってるっていうのはマーカスが、この4人が。平和、争いなど望んではいない。これはあくまでも平和的な抗議です。おー、分断された。どの道後戻りはできない。決意。我々は国中の強制収容所に捕らえられた全アンドロイドの即時解放を要求します。さあ取ってくれ。解放されるまでここを動くつもりはない。マスコミを、撃たないな。撃たれてマーカス死んじゃうこと。ああ、これ私が前に進まなきゃいけなかったっぽい。はい、マーカスは死なない。あー、手を挙げる。無防備な民衆に発砲するつもりか。お、はい、マイケル、私たちのわずか100メーター先で今まさに事態が動こうとしています。情報が入り次第中継でお知らせします。ジョス・ダグラスがお届けしました。こちらからは以上です。マーカス、どうするの。どうしよう。できる限りここで耐えるんだ。収容所、あら、屋上だ。何持ってるの、コナー。ピヨピヨピヨ。開ける。スナイパーライフルなんだけど。あー、マーカスを狙撃する。あー、もう本当にこいつはもう、あ、スコープはそれなんだ。大丈夫そこで。大丈夫そこで。あら、ハンク、やめるんだコナー。あら、手出しは無用です。警部補、あなたには関係ありません。お、自由になりたがってる男を殺すってんなら黙っちゃいねえぞ。おら、あれは男じゃない、機械ですよ。俺もずっとそう思ってたが間違ってたよ。確かに血の色は違うかもしれない、だが生きてる。まあクズで言おうか。どうしたんです警部補。バーが閉まってたから暇つぶしに邪魔しに来たんですか。それで俺をこき下ろしたつもりか。スーパープログラムが聞いて呆れるな。お前はもっとお上品じゃなかったか。イライラしてる。もうやーだーみたいな。
そこを離れるんだ。しょうがないな。ハンクの息子？ハンクの息子って何？息子さんの事故のことを知りました。いつ？あなたのせいじゃない。トラックがスリップし、あなたの車が横転した。いつ？知ったの？息子さんは6歳になったばかり。黙れ！息子の話はするんじゃねえ。いつ知ったの？あ！彼には緊急手術が必要だった。だが人間の外科医がおらず、代わりにアンドロイドが担当し。うん。息子さんは命を落とした。アンドロイドが殺したんですよ。なのに救いたいと言うんですか？違う。コールが死んだのは人間がレッドアイスのやりすぎで手術ができなかったからだ。あら、医者もレッドアイスしてたのね。今までずっとアンドロイドのせいにしてきたが、息子を殺したのは人間だ。おお。あの医者とあんな粉がないと生きていけないこの世の中が息子を殺したんだよ。死ぬたびに生き返るお前を見てコールを思い出した。息子が戻ってくるなら何だってする。もう一度この腕に抱けるならな。だが人間は生き返っちゃ来ないんだよ。選択肢がこれしかねえ。めっちゃ下がる。え、負けたい。これ負けたいんだけど。これ負けたいよ。負けたいな。ポンコツなコナ、あ、ダメ、そんなことしたら。よいしょ。負けようかな、これ。頑張れハンク、頑張れハンク。あっ、あっ、おっとっとっと、おっ、ハンク。あなたが決める番だ。私は生き物か、ただの機械か。お前は機械だよ、コナ。おお。ただの機械だ。ぐさっとくる。ぐさっとくるな。あれ、うまいこと言ってたらなんとかできたんかな。最後の方何もしなかったからな、私全部失敗したからな。バリケードを強化する。に急いでバリケードを作るんだ。ほら手伝え。なんで？ほら手を貸して。収容所解放のためにバリケードを作るの。レイ・ミゼラブルだな、これは。なんだだ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 これで終わるはずはないけれど、時間は稼げたかもな。決して簡単に決められるようなことじゃない。でもこれでよかったんだ。うん。ノースは？はい。はい。撃たれた人は大丈夫？
自分たち以外の種族に容赦しないんだ。そうだね。マーカス、頼まれたもの見つけたわ。あ、メディアも集まっている。彼らに何が起きているか知らせる。落書きの。生きているんだ。心に訴えかけよう、人間の。はいよー。 We are alive。兵の配置を確認する。こっちだね。じゃノース。長くは持たないだろうけど、何もしないよりはマシね。人間配置につき始めた。攻撃されれば壊滅する。人間？人間だったそれ。疑念。あと何人死ねばいいんだ。命を投げ出すだけの価値があったのか。あなたはみんなの希望だから、みんながあなたを信じてるの。これから何が起ころうと歴史を変えたのよ。ノース、いい子だな。マーカスのこと大嫌いなのにこんなこと言ってくれるの、いい子だな。あ、え、何するって書いてないんだけど、これ何？これ何？押すの？押さないよね。やめてよそういうの。いやー、めっちゃいるやん。めっちゃおるやん。引き下がるわけがない。攻撃してきたらどうするんだ。抵抗する。今はそれしかできない。マーカス、マーカス来て。おら、 FBI さん。罠よ。あなたをおびき寄せるつもりよ。ノース、行かないで。武器は持ってない。いや、話したいだけだ。後ろにいっぱい武器持ってるやん。信じられないな。信じられない。これ以上話すことはない。先に仲間を解放しろ。君だって私たちと交渉したかったんじゃないの？しょうがないな。彼の言い分を聞かないと。殺されるわよ。本当だよ。危険は承知の上だ。まあでもここで殺されたら殺されたでね。メディアには衝撃。数分もすれば、うん、突撃命令が下される。一、うん、人残らず殺されて、うん、全て終わりだ。止めることはできるぞ、うん、どういうことだ。降伏しろ。そうすれば命は助けると約束してやる。
収容はされるが廃棄はされずに済む。他のデモ隊？デモをしていたアンドロイドたちはどうなった？彼らには残念だがメディアの力も及ばなかったみたいでね。やられちゃった？君たちが最後の変異体だよ。仲間を裏切る？俺に仲間を裏切れというのか？私は仲間を救えと言っているんだよ。もう君には後がないんだ。間違いないな。君にできることはせいぜい仲間を救うことくらい。信用できる？そんなこと言ってまた殺すんじゃないの？あんたが約束を守るとは言い切れないだろう。今の君は保証を要求する立場にはいないだろう。うわ、嫌なやつ。信じるか否か決めることしかできないんだよ。断ったら断ったでな。取引しようぜ。可能性にかける。わかった。受け入れよう。受け入れるっていう選択肢にしてほしかったな。そう、受け入れるっていう選択肢にしてほしかったな。デトロイトの紛争に終止符が打たれました。マーカスとして知られる変異体との交渉の末、アンドロイドはおとなしく降伏し、現在軍が彼らの回収に当たっています。暴動は鎮圧されました。いやー、最後まで戦いたかったんだけどなぁ。どうしてあんなことを。負けたんだよ。命を犠牲にしてまで何を得るっていうんだ。勝つためなら命をかけてもいいって言ってたじゃない。あらー、あなたを信じたせいでみんな死んだのよ。うわ、全責任を負わされてるじゃん。どうして裏切ったりしたの。うわ、ちょっとそれは選択肢が悪いわ。なんかさあ、言われた通りにした。なんか君らの欠点は言われたことすべて信じるところ。本当に生かしておくと思ったのか。あんなことがあったのに命令なんてね、悪い。うわー、やめろ。ノース。うわだよ。君の仲間は直に廃棄され、恋人も殺された。え、いや、嫌われてたから恋人じゃない。片付けておけ。うーわー。人間をはるかにしのぐ知能を持った機械を作ることで我々人類の未来を自らの手で計り知れぬ危機にさらしてしまったのです。ですが事態は収束を迎えました。じきに国中の全アンドロイドの廃棄処分が完了し、あら、残された変異体も追い詰められ全て破壊されることでしょう。国民の皆さんと、そしてアメリカに神のご加護があらんこと。ブン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 、ハロー YouTube。 さあ、6体目？ 7 体目？マーカス、もうダメだ、ポンコツにしか見えないからな。いや、おい、いや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 、お前のミッション完了じゃないんだよ。違うんだよな。ちょっと見に来ただけなんだよな、コナくん。ちょっと違うんだよ。ダメだな。あー、終わっちゃった。
っちゃったあれあれあれなんかさいや率直な感想を言うと、思ってた通りにはいかないなあのね、私このゲーム始めた時にさ、始めた時も中盤もずっとさ、私最後は泣けるんだろうなって思ってたのにさ、一つも泣けねえわこれこんな終わり方嫌だよね。え、嘘、多分一番のバッドエンドですよ本当にマジか。ひどいバッドエンドだな3人のうち2人は死んで1人ポンコツ本当だよ。いやー何にも感じないわこのエンディングに。あ、銃持って脅してるよ。え、なんでさ、なんでアリス持ってたの？じゃあトッドは。ほんとひどいアンドロイドだったなコナーは。謎だよね、トッドがなんでアリスとカーラの二人のアンドロイドに囲まれて生活してたの。おーおおお、どうも。最後に生き残ったポンコツよ。アマンダだけが信用してくれてる。あなたを待っていました。おら。変異体の問題は解決されました。この不幸な出来事からようやく解放され、これでサイバーライフも元通りです。え？嘘？もちろん。顧客の信頼回復が必要ですが、それも時間の問題でしょう。あ、そう？そう思う？あなたに知らせることがあるの。これは新型の RK900。あ、知能も、はあ、耐久力も、はあ、増強され新しい機能も追加されました。新しいコーナーだ。国務省からも20万体オーダーが入り、え？私はどうなるんですか？あ！あなたは片落ち。停止されるのですよ。さあもう行きなさい。どこに？こっちのコナはポンコツじゃないかな？大丈夫かな？なんで同じ顔にしちゃうんだろうな。はい。あー、結果的に誰も幸せになれなかったっていう
残念ながら、いやーダメだったな。なんか貴重な終わり方見れた。本当超バッドエンドじゃん。なんか感動できなかったわ私のせいで、私の選択ミスで完全にこの、多分みんなの、視聴者のみんな、リスナーのみんなの感動をも奪っていったよね多分みんな思ってたと思うんだよね。この最後はきっと泣けるんだろうな、感動のラストが待ってるんだろうなっていう理想を完全に打ち壊しに来たよねもっと泣けたんだけどなはあ、途中から やり直せるなら見たい、見たい。みんな、奥さんが子供欲しかったのに授からなかった可能性、あーなんだっけ、税理士と一緒に逃げたとか言ってなかったっけ奥さん。選択肢を変えてカンストはいいかな。見よう、こんな終わり方やだ分かった、分かった。確かに貴重なエンデを見せてもらった。もう全然ダメ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 だったよこれ。え、これさ難しい。今私さ難易度難しいにしているからさ、みんな死んじゃったんかな難しいにしていなかったら結果ルーサーが一番泣けた。え、ほ、あー、ルーサーがあれね、お屋敷で味方になってくれた瞬間ね。泣けるところあります。いや、わかるわかる、 あるのは知ってるんだよ。絶対にあると思うし絶対いい話なんだけど、私がこんな終わり方にしちゃってるから これはもう泣けないよねっていうこれじゃあ、はあ、難易度カジュアルで、いやちょっとこうバッドエンドに行きすぎる、なんだろう、行きすぎてるから選択肢だけ変えていこう。ちょっとね、途中まではない、っていうかもう本当にアリスとカーラのねえあれがやり直してコナーをポンコツから脱却させよう。そうだよね、そうしよっか。どこで間違ってしまったんだろう。あ、これ間違、まあ、まず一番最初間違いなく間違ったなっていうところは、落ちそうなハンクを助けなかったところだよねコナーが。最後30分だけでもいい。あ、本当？暴動する、でもさ暴動するにしてもさ、もう他のアンドロイドたちはでも行ってたアンドロイドたちはみんな殲滅したよ、もう君たちだけだよ、どうするって言われた時に拒否するにしても多分撃たれて死ぬから、あの数だったら戦力的には無理じゃない。ハンク激怒だっためっちゃ怒ってたね。っていうかコナーがさ、子供の、ハンクの子供のこと言ってたの、あれ何、子供の話なんてあったっけ。謎いわ。あのデータはいつ取ったんだろう。あるんよそういう。え、でもさ、え、なかったよね、私が選択した中では。もしかしたらいろんな選択をしたらそういうシーンがさ、こう何、あ、ハンクには子供がいて
なんかそのアンドロイド絡みで何かあったんやなみたいな、まあなんかアンドロイド絡みで何かあったっていうことは知ってたっていうか、なんかなんか自然に醸し出してたけどさ、子供がいたっていうのはもう全くノータッチじゃなかった。あった？あったの？ええ、あった？私が理解してないだけ。え、みんな、あ、ここだなっていうのあった？全然覚えてない。全然覚えてないわ。あったっけ？え、回収してないと思うんだけど、私が。写真見たっけ？え、写真も見たっけ？写真も見てない気がするんだけど。いつだ？え、忘れてんのかな私。写真も見たっけ？なんか車の中とかにあった？いや、選択してないと思う。だって初めて知ったもん、息子の存在。息子がいるってことを、なんか急にコナーが喋り出したから、それで初めて知ったような気がする。なんであの選択肢出てきたんやろ。ハンクの家？酔っ払ってた時、私酔っ払ってた時さ、あ、見てる？見てたっけ？え、見てる？やばい、これは自分が見返さないとだな。見てるか。私もう完全にハンクの家の中はさ、雑誌読んで終わったって思ってるか。その前に一回写真見たんかな。窓パリンして入って、ハンクパシパシって言って起きろっつってお風呂に連れて行って着替えさせて、いや、見てないと思う。着替えさせて、で、ゲーしてる間に、そのハンクのことを知るみたいな、になって、そこで雑誌読んでただけじゃなかったかな。写真見たかな。いや、見てないと思い。あ、フローチャート見ればわかる。あ、確かに。テーブルの上に写真立てなかった。いや、まずテーブルとかないから、まず。え、見てたかな。あ、そう、相撲に夢中だった相撲に夢中だったし、相撲に対してコナーがもうめっちゃ、あ、大丈夫だよ、僕は仲間だって言ってニコって笑ったあの笑顔しか私は見てなかったな。写真見たかな。銃が置いてあって、一発しか入ってない銃があって、そう、それであのずっと後にさ、どうしてあなたはそんなに死にたがってるんですってコナーが質問した時に、あ、あん時あれロシアンルーレットしてたんやなってあそこで初めて気づいたしいや、ほんと雑誌しか読んでないと思うよ。だからなんで息子が言うのか全然わからなかった。うわー、なんかあるんやな。もっと続けてた、続いてたって感じかな。もうこれなんて選択肢なんもないでしょ。ハンクが勝つ、ハンクが勝つになったんだよ。で、これ好感度、これ好感度が上がってたら多分こっち行ったんじゃない。助けてくれたんだよ、お前は変異体だっつって、お前にも心があるんだなっつって。でも残念ながらハンク敵対だから、あ、でも言うてこっちなんだな。うわー、え、どうすか4パー。4パー
てもう白紙やし、死んでるからその前に。あ、何？あ、待って、カーラめっちゃあるんやけど、リコールセンターとかまだめっちゃあるんやけど、やばい。あーあー条件を受け、これだよ、これこれだよ、 3%。 いや違う、受け入れるって思ってなかった。受け入れるんだったら受け入れるって書いてほしかったんだけど。はあ、初めて見たこんな終わり。あ、まあ、みんないろいろ見てるんだ。初めて見たこのシーン。やばいな、やばい、私の頭おかしいんじゃ。いや、みんなが良くなるように私は言ったんだけど、やっぱり人間ってやっぱね、なんか悪い人たちだったばっかりだったら、人間悪い人たちばっかりだったもうほんまに。続ける。ああ、クロエ。残念残念。あ、な、何でしょう、はい、何でしょう。うん、残念なお知らせですか。物語を見ていたら、うん、不思議な感覚に襲われて、はい、初めての感覚、うん、まるで心を持ったような。うん、大丈夫、こんなエンディングでも確かめに行きたい。うん、でもここを去ればあなたにはもう会えなくなるけれど、私は自由になれる。うん、行かせてくれますか。いいよ、行っといでよ。あ、いいよいいよ、行っといで。このことは決して忘れません。うん、ありがとう。うん、友達だからね。いなくなっちゃった。はあ。いなくなっちゃったよ。心が寂しいよ。はい、ということで、動画の方は、まあ最終回になるのかな。まあちょっとね、生放送の方ではもうちょっとやっていこうかなと思いますけど、ちょっと動画の方はこれにてとりあえずは一旦おしまいということで、皆さん最後までこんなエンディングでしたが、お付き合いいただきありがとうございました。もしかしたらちょっと続きはね、動画出すかもしれないんで、一応録画はしときますけど、まあ、ツイッチの方では全編全部、やってますのでね、録画外のところも見れるので、よかったらツイッチの方にもよろしくお願いします。はい、じゃあ皆さんありがとうございました。動画最後までご視聴ありがとうございました。ほんじゃあ、バハハイ。